おはようございます本日も昔の古いジャズの雑誌を紹介したいと思っていますダンボールからさっと取り出したのがですねジャズランドという雑誌ですねもう今はない雑誌ですけれども、えー、1976年の4月号です特集クロスオーバーって書いてありますねクロスオーバーちょうどいい機会かもしれないのでクロスオーバーって私あの頭の知識でもちろん知ってるんですけれどもねまあ、フュージョン と呼ばれている音楽の前はクロスオーバーと呼ばれていたんだよとジャズとロックの融合の音楽なんだよっていうぐらいの知識はあるんですが実感としてね体感としてねあのクロスオーバーって何なんだろうっていうのをまだ腹の底まで落ちていないのでこの雑誌の特集がもしかしたらこの私の疑問をですねあのうまく解消してくれるんじゃないかなと思いながら。 実はまだ表紙しか見てなくて今ページ初めてめくってるんですけど綺麗な保存状態の本ですねなんかこれやっぱ鎌倉のねジャズの大先輩の釜石さんから頂い,いた本ですけどもすごく保存状態がいいですねほんともツつるつるのピカピカな感じでこれ売るといくらだろうとか言いそんな横島のことは考えてませんけどもいやとっても保存状態良好ですほんねえ これ多分あんまり読んだ形跡ないな <laughs> 実は買ってあんまり読んでないあ,あでもちゃんと必ずレシートが挟んであるんですよねあの遊林堂とかあと鎌倉駅前の本屋さんのねんまあこれはあんまり線とか引かれてないので読み込まれた形跡はないとは思いますけどでもいやほんと紙にまだこう腰があってめくるときなんか初めて あの買った雑誌を新刊をめくっているような感覚があるぐらいとても新鮮ですねだってこれ76年でしょ今から40 <laughs> 何年前だって感じだよねこんなのがね黒すごい綺麗な状態で保存されてるのはすごくね さすが、釜石さんありがとうございますって感じ。まあ、表紙もね、これ PP 加工だから、ちょっと艶のあるような感じの加工だからっていうのもあるのかもしれませんけどね。すごく、あの、テカテカでピカピカで綺麗です。グラビアとかも全然色あせてないですしね。で、でえっ、ー、と、クロスオーバーなんですけれども、どこやどこ,どこだどこだどこだあ,あ表紙があって、広告とかのコーナーがあって、だ一色の。 紙面に来て、ダダーンとね、クロスオーバーって。ジャズはもともとクロスオーバーなのだ、岩波洋造って、うん。読む気しないので、えー、先進みます。いや、別に岩波さんが書いてるからというわけじゃなくて、字が多いので <laughs>、ちょっと飛ばします。えー、次。 アメリカのジャズチャートで見るクロスオーバー、ジャズチャートがいろいろ出てますけども、ここも飛ばします。あの、すごいちっちゃい字であの英語が書いてあるので、えっと、いい加減だなおクロスオーバーミュージック。 これ見開きでこれすごいですよ。The Crossover Music のこう相関図がえすごく綺麗ななんか科学の公式みたいな感じで図式で書かれているんですけど全部英語表記なので面倒くさいのでここも飛ばします。なんかすごい適当ですね。あでもここら辺面白いからここら辺ちょっと今回は紹介しましょうかね。クロスオーバーシロンってことで 鍵谷幸信先生とか、相田明先生とか、添島テル人先生とかが、それぞれの評論家の方々がですね、あの、クロスオーバーについての意見を述べてますね。えー、まずは、えー、鍵谷光信先生ですね。クロスオーバーなんて関係ないという大きな見出しがついてますね。じゃあちょっとざっくりと見出しだけ見ていきましょうか。あと、黒田恭一さんという方、何と何とクロスし、どことどこをオーバーしようというのかというね。 ななんか挑発的な見出しが多いでですねで次、稲垣二郎さんという方、あサックス奏者なんですね。ソウルメディアリーダー、サックス奏者のクロスオーバーの真の意味はジャズプラスソウルという見出しになってますね。あと、副島テルト先生はジャズとは、音楽とは、クロスオーバーとはと書かれてます。相田明さんはクロスオーバーという言葉の背後の影ですね。えー、次、えー、野木口 えー、何てもかごめんなさいわかりませんあの流吉本流明の流ですね高明のたかたかしと書いて作作を浪するの作なので龍作さんって読むんですかねクロスオーバーという新しいでテロ批判するなんかバ パッと見た感じそのクロスオーバーとは何かということを書く以前になんか否定的な見出しが多いような気がしますけれども気のせいでしょうかじゃあちょっと鍵屋さんのとこを読んでみましょうかね、えー「最近クロスオーバーミュージックということがしきりと口にされ事実文章でも目につく」「いろいろなジャズが交察し合い一種の間のあ一種の真の子音楽を作り」 一種の間の間の、うん、根結音楽を生むことと僕なりに解釈していると学問でも医学に心理学が接近したり採用されたりするいわゆる学祭というオーバーラップする相互依存の領域が言われているとで現代音楽でもインターメディアとかミックストメディアと言われて視覚性造形性演劇性と音楽との 合体職合が職っていうのは職場のは合合ですね合体職が図られることなど既に実証済みのことであるだがジャズの場合は現代音楽とかロックとかカントリーとかフォークとかソウルとかラテンなどの結婚は出たなんか最近あの昨日の動画でも話しましたけどあの鍵谷先生のこの畳みかけ和法って あの結構特徴的ですよ、ね、なんかよく出てきますよとか何々とか何々とか何々とか,何々とか」みたいな感じでねあのこのガリガリ君は冷たくて甘くてソーダ味でそして安いみたいなこう4つぐらい畳みかけることがすごい多いんですけどえこの場合はえフォークとかロックとかカントリーとかソウルとかジャズとかラテンとかソウルとかな,などの結婚はどうも僕には感心できないのが大半なのであると。で つまりそれはジャズが自立してからそれほど長い歴史を持っていないにもかかわらず本来の音楽語法やイディオムやスタイルやフォームの徹底的探求と進化を遂げないまま実に浮気っぽく多ジャンルの音楽と密通し<笑><笑>えと主体性とオリジナリティを自らの手で放棄するのに拍車をかけているからであるあなるほど、うん、そう捉えてるのね うーん有機的に何かその必然性学問とかそういう芸術、まあ他,のね、他の芸術のようにそういう何か他ジャンルとこう接近するような必然性ではなくただ浮かれて何か流行ってるからうんあの子可愛いからちょっとじゃあちょっと浮気してみようかぐらいな感じに感じちゃうんですかね主体性とオリジナルという自らでで結局のところジャズが今まで築き上げてきた主体性とか そういういオリジナリティっていうのを放棄してまでもそのロックちゃんっていう新しく生まれた可愛い女の子に寄り添うっていうあのすり寄っていくっていうようなそういう姿にあの鍵谷先生は見えているようですねなんか他にもそういうこと書かれていた論文というか評論文読んだ記憶ありますけれどもねどうも鍵谷先生の目にはそう映るみたいですだから節操なく見えてしまうのかもしれませんねなんか。 あのそういう信念があってロックちゃんに近づいていくわけではなくて軽い気持ちで浮気性な気分であの書いてありますもねで実に浮気っぽく多ジャンルの音楽と3通シリーするんですねあのロックちゃんが寝てるところに4倍をかけに行くというそういうふうになんか見えるらしいですね主体性とオリジナリティを自らの手ででオリジナリティ自分のあれ今までの築き上げてきた他の本当に。 ニューオリンズ家に生まれた伝統とかそういうものを捨ててまでもあのそれを放棄してでもそういうあのロックというものにねあの軽く腰を振っているこのジャズの姿がけしからんっていうようなのが、まあ、以前読んだ文章が先入観にあるのでそれで勝手にめちゃくちゃ拡大解釈して読んでるだけかもしれませんけれども、まあ、そのように映るみたいですで、えー、戻りますね、えー、50年代のバップジャズは ジャズが獲得したほとんど唯一と言っていい4ービートという健虚なボイスかっこ表現だと思うがと感じてるんですね4ービートっていうのがもうジャズのものすごく重要なレゾン出てるというか、まあ、存在意義というかあのアイデンティティなわけですよ鍵屋さんにしてみればねとあ思うがとでジャズが本来持つ現象面流行性の前にいつしか本質を隠蔽しつまり 球体依然としたポピュラー音楽の持つ安易性と妥協性の地,地金を出して地金あの地面の地地球の地にあの金玉の金あすみません <laughs> 金色の金ですね地,地金を出して、えー、あのこうはなんとかに向かってうん うわ,うわついいたと書いてちょっとごめんなさいちょっと活字がめちゃくちゃこ細かくてちょっと読めないんですけどもも,ものすごい画数が多いんですうわな何でしょうね草冠っぽく見えるんだけどその下がなんちょっとごめんなさいちょっと目をめちゃくちゃ細めて見てるんですけど潰れてえっ、ー、とね 浮き簿何だろう簿記の簿みたいなのなんだけど簿記の簿よりもちょっと画数多いんですよね浮き簿に向かって大きな地滑りを起こしてしまったことはつくづくジャズにとって不幸なことだ、まあ、要するにあのせっかくの,あの4ビートという素晴らしいものがあ,あ,のあるんだけれどもだけどあの ポピュラー音楽が持つね安易性とかの妥協性っていうのももちろんあるんだけどもそこで大きな実べりを起こしてしまったことはつくづくジャズにとって不幸なことだったってことなのでこうやって電気音の使用は方法意識の欠如と相まってジャズの語法をバラバラに解体させてしまったとその結果実に粗雑、えー 武雑粗悪なまた難しい漢字使いますねこれよさ不尊の武にあの草冠に武難の武ねあの無理難題の無で,武で雑で武,武雑粗悪っていうのかな粗悪はまあ分かりますよね粗悪品とかの粗悪で武雑粗悪な音がジャズを覆ってしまったのであると以前は優れた音楽創造を見せたジャズ奏者までもが こぞって自らの音楽言語を投げやりにし、電気音に、えー、となんとか集するさまこれもごめんなさい何か俺って漢字読めないやんほんとねほんと編集者だったのかいって感じですけども、まあ、そういうの全部構成の人に任せてましたからそういうツケが今来てますね、えー、これねなんとか虫編にイ「い」って書くんですよ「い」これ何て読むんだろうね パッと見タコにも見えるんでタコじゃん全然違いますけど電気音に虫編に「い」で集めると異臭する仮に異臭と読みますね電気に異臭する様も茶番以外の何者でもないこのことを貪欲な 音楽探求などと誠しやかに言うとしたらそれは単に商業主義に完全屈服した音楽奴隷の悲しすぎる生き様に過ぎない音楽奴隷だってよ <laughs> 電気音使用したりとかしている人もそういう信念なくしても安易にこうね電気とか、まあ、ロックとそういうリズムとかに腰を振ってるのような意味で,でさらに商業主義に完全に屈服してで音楽奴隷になって悲しいだそうですよでつまり魂とここ 心をそれに加えて音楽奴隷になって魂と心と精神を一挙に創出して作る音楽なのだからそれは当然不良音楽になるだけのことであると。 あんなものを、あんなものはカタカナで書いてますね。あんなものを全く僕の聴覚圏に入り込ませたくないんだって。<laughs> えー、もしクロスオーバーなる学際性が是認されるとすれば、学際性っていうのは、音楽の学に際っていうのは国際的な際ですね。学際性が是認されるとすれば、ジャズの原点思考と認識を失わないマイルス・デイビスの 今日現在のありよう以外は考えられないと、うん、そういうことから僕は近頃やかましく言われるクロスオーバーミュージックなるものには一切耳を貸さずにジャズ本来思い考え感じていることの方がどれだけ幸福で楽しくかつ苦しみ悩みがいのあることだと思うのであるだそうですまあ一言言言えばあのクロスオーバー評価してないってことですねあんまりね耳にも入れたくないみたいですね 自分の半径10メートル圏内とか100メートルとか500メートルとか1キロかかりますけどその圏内の中にも耳あのかけてくれるなということみたいですけれどもねでそういうクロスオーバーに走る人はあくまに魂を売ったじゃなくてあの商業主義に魂を売ってた悲しき音楽奴隷だそうですね。 <laughs> もうちょっと定義についてね、語ってるものをちょっとね、読みたいですよね。そうするとやっぱりミュージシャンの意見聞きたいですよね。稲垣二郎さんね、ソウルメディアリーダー、作奏者の方のね、意見、大学教授の意見はまあそういう感じでございました。じゃあ、作奏者の意見をちょっと見てみましょう。クロスオーバーの真の意味はジャズプラスソウル。 世間いっぱいに音楽をカテゴライズする必要は全くないと言われている。しかし私は賛成できない。というより無理なんだな。必要なしと言われる方は非常に音楽に寛大なのか全くわからないのかのどちらかだと思っている。私はプレイヤーとしてロック畑でもジャズ畑でも仕事をしたことがある。例えばロック畑で仕事をした時に我々に対する反応はたとえロックの曲や音を出してもあれはジャズだ。の一言で何の評価もしようとしない。私がジャズ屋だからという理由だけである。 反対に優秀なロック畑の人がジャズフィールドに登場してもあれはロックだの一言で終わりこれほどカテゴリーの壁は厚いんだな私たちがジャズのライブスポットに出演してあんたたちはロックだから私の店に合わないなんていうのはまあいい方の部類でこれなどは島国根性の純粋主義の表れであって可愛い方である 楽器一つ曲一つに関してもジャンルとかカテゴリーというものは必要以上に重くのしかかってくるわけで私は嫌というほど身にしみて感じさせている感じさせられているとまああの やっぱり現場でもうプロの人の人、ね、そういうああほんとスラスラ読めるわこの鍵屋さんの文章を読んだ後ねこの方稲垣さんの文章非常に明快で分かりやすく <laughs> 自分の体験談からねこうサクッと分かりやすく書かれてますけど、まあ、まだこれは前提ですよねじゃあもうちょっと本論の方もうちょっと後に展開されると思うので続けて読んでみますね。 えー、特にジャズフィールドの連中は8ビート、16ビートを演奏すると必ずと言っていいくらいロックだというんだよな。要するに4ビート以外のビートを電気楽器でやる代名詞みたいに思っている。BST にしろ、えー、スティービー、スティービー、ブレッカー、えー、BST ってブラッドセットティアーズのことかな、まあ、あのにしろ、スティービー、ブレッカー、ブレッカーブラザーズ、これなどもロックという。 なぜかといえばロックもソウルも見分けがつかないくらい耳が悪いか不勉強だからなのだと私は思っているロックとソウルの見分けのつかない連中が R&B とソウルジャズとソウルの両方の特性を持ち合わせたものなどについては最も見分けが困難だと思うしたがってクロスオーバーなる言葉が必要に応じてできたのであり何の不自然もないしかしこの言葉も説明不足であり漠然としているわけでもう少し細かく分類する必要があると思っていたのである そこで R&B クロスオーバーとジャズクロスオーバーの2種類が現れたのも必要によってであり何の抵抗もない実際にクロスオーバーだからといって EW&F、e a r t h w i n d f i r かな EW&F とハンコックを一緒に考えることはあまりにも無謀だと思うクロスオーバーも一つの新しいカテゴリーであるがこれをまた何十通りにも分けるとするとクロスオーバーなる言葉が必要なのかと思うこともある しかし、必要があるから分けるのであって、必要のない人は分ける必要もないだろう。新しいものが現れたとき、何とか理解しようと努める人、無視する人、様々だが、後者は必要ない。まあ、無視する人は必要ないと。多分、自分の耳で確かめられない人たちだから、終わりにクロス、 で最後に終わりにクロスオーバーの真の意味はジャズプラスソウルだと思っていると結論書かれて非常に明快なあれですよねしかも実体験から現場でねこうサックス演奏してきているでいろんなライブハウスとかで演奏している実体験で実際こう分けている人たちがいるよというまあ実体験から書かれているので非常に明快で分かりやすいですよねで,でもう一つぐらいねえ紹介しましょうかねと思って だけどもちょっと他の記事も見てみましょう、えー、っと思ってページをめくったらもうボーカル特集になっちゃいましたニューボーカリストベティー・カーターエラ・フィッツ・イラードカーメン・マクレー、うん、サリナ・ジョーンズジョン・ヘンドリックスアニタ・オデーディディ・ブリッジ・ウォータースティービー・ワンダーとかいろいろ出てますけれどももうちょっとねちょっとクロスオーバーについて語られている。 えー、ちょっとじゃあ岩波さんのところに戻ってみましょうかねただこれめちゃくちゃ長いので多分あのこれ読んじゃうと1時間半を超す動画になってしまうと思いますのでえみ、ー、出しだけ見てみましょうかねクロスオーバーの先駆者クリード・テイラー CTI のねあなるほどねあのクリード・テイラーロックの世界でプロデューサーがサウンドを作ると言われるぐらいプロデューサーが大きな役割を果たしているジャズでプロデューサーの作る音といえば CTI のクリ,アクリード・テイラーであると で彼が両レーベルを通じて生み出すサウンドには一貫した方向付けがあり CTI のサウンドはクリード・テイラーサウンドと呼ぶことができる、えー、今日この両レーベルからは、えー、CTI と K クド KUDU っていうのもありますね、書かれてますね。えー、クリード・テイラー・サウンドということができるで。今日、えー、クロスオーバー・ミュージックが多数生み出されているが、まあ、CTI とかからね、このクリード・テイラーこそプロデューサーとして最初にクロスオーバーを目指した先駆者であると、岩波さんは書かれてますね。で、もう十数年前のことになるが、60年代の初めにボサノバが世界的な流行を見たことがあると。その時スタン・ゲッツのジャズ・サンバなど、一連のジャズ・ボサを世に送って注目されたのがクリード・テイラーであると。 これはジャズ,ボサと,あジャズとボサノバの根血でクロスオーバーと呼んでいい演奏であったとこの頃からテイラーはすでにカテゴリーの交差による新しいサウンドの創造を目指しジャズのソロイストの背後にオーケストラを配してより大衆性のアルバムを 大衆性のあるアルバムを作るようになったが、当時はまだまだイージーリスニングジャズと呼ばれたりして、どちらかといえば消極的な評価しか受けなかったのであると。で、このテイラーの成果を、まあ、声の価値、成果をさらに高めたのは、66年の9月に録音されたウェス・モンゴメリーのカリフォルニア・ドリーミング、まあ、バーブの有名なやつですね、であると。これは発売されるやたちまちベストセラーとなり、長くジャズ LP の売れ行きでトップを独占したのである。ドン・セベスキー編曲。 四季のオーケストラがバックを務めたもので後の CTI シリーズの原型を成すレコードであったとこの LP のヒットが認められたこともありテイラーは67年の5月に A&M 社に3億6000万ドルの契約金で引き抜かれたのであるとへえそうすごいですね3億6000万ドルの契約金で引き抜かれた A&M ねでジャズプロデューサーとして初めての 高額遺跡でありでしょうね彼のサウンドクリエイターとしての才能はここに正当に評価されることになったのであるとで彼は A&M で CTI シリーズを作って次,に次々にアルバムを出していったが特にウェス・モンゴメイの一連の作品がベストセラーになり一般のジャズファンもようやく CTI の一連の作品はこれまでのジャズとは異質の世界を持っていることに気づき始めたのであるとでこのシリーズでテイラーはさまざまな実験を試みていると ストリングスを加えたオーケストラによってポップスとの融合を図りロックビートの導入でロックとの軽い融合も見せまさにクラシカルな編曲も導入したと今日彼が CTI、えー、あるいは KUDU っていうものかなで行っているパターンの原型はこの時代にいくつか試みられているのであるとこの時代の制作を踏み台にして今日の CTI においてのクロスオーバーを確立したと言えると 非常に明快で分かりやすいですね。だからクロスオーバーの原型を形作ったというのはクリード・テイラーであると。で、軽くクリード・テイラーの足跡を書かれていますけれども、岩波さんね。あ、これ面白いですね。この後どう展開していくのか。まあ、読むとこの動画の長さが2時間30分ぐらいになってしまうと思うので、ちょっと割愛しますけれども、まあ、クリード・テイラーというのは一つクロスオーバーという、いわゆるジャンルと呼ばれるものを紐解く。 一つのキーワードになることは間違いなさそうですね。えー、なかなか岩波さん分かりやすく書いてますね。ということで CTI が聞きたくなってしまいましたね。CTI レベルの作品がね。<laughs> えっと、まあちょっとね、長くなってしまいそうなので、この後続きを読んでみて、もし面白そうだったらまた続編としてですね、クロスオーバーってダーニーみたいなことをですね、<laughs> あのー、他にもこの時期発売された雑誌とかもあると思いますので、 なんかちょっと役に立ちそうなちょっと面白そうなものがあったら紹介していきたいと思いますけど今回はちょっとこの辺で終わらせてくださいということでまた別な動画でお会いいたしましょうさよならバイバイよ